ボーリング調査はリニアのトンネル工事に向けて地質などを調査するもので、今月7日時点で県境から339メートルの地点まで進んでいます。県はこれまで県内の地下水が流出する可能性があるとし、県境から300メートル以内の掘削を認めてきませんでしたが、18日鈴木知事は山梨県、JR 東海と合意し実施を容認していました。今日静岡市の定例会見で難波市長は、合意に関してはいいことと評価したものの、県民に対して説明がされていないと指摘しました。じゃあなんで合意したんですかと、今まであれだけその水を引っ張る恐れがあるということでいろいろ言われてたのに、今回これで大丈夫だというんであれば、やはりあ、なるほどねと、それで大丈夫なんですかということをやっぱり当事者が説明しないといけないと思いますが、大変失礼ながらこういう細かい説明をその、県も JR 東海もされたことはないと思いますので、専門知識がなくても、あ、なるほどねと分かるような説明をされるのが必要なんではないかなと思っています。また今後は静岡市と県の連携を強化し、適切な環境評価を効率的にしていきたい考えを示しました。